今回ご紹介させていただくのは馬場文香さんです。馬場文香さんは1995年6月21日生まれの AB 型で、新潟県新潟市出身。所属事務所はネイムマネジメントです。趣味は音楽鑑賞、カラオケ、ショッピング。特技は早起き、バレエ。新潟県出身だが本人曰く寒がりでもあり、暑がりでもあるとのことです。胸が大きいのがコンプレックスだったようですが、グラビアを始めて水着になることが増え、胸が武器として活かせると考えられるようになったそうです。本人曰く湿度で毎日微妙に胸の大きさが変わると感じているようです。自信のあるパーツはくびれとのことです。ここからは馬場文香さんの経歴についてお話しさせていただきます。14歳の時、地元である新潟の路上にてスカウトされ、地元フリーペーパー新潟美少女図鑑のモデルとして活動を始めました。ここでのモデルとしての活動をきっかけに強く女優になりたいと思っていったそうです。2014年に高校在学中に映画パズルに高井沙耶香役で出演し、これが女優デビューとなります。同じく2014年放送の仮面ライダードライブの敵幹部であるメディック役でテレビドラマ初出演を果たしました。馬場文香さんといえばグラビア。彼女のグラビアデビューは今から約7年前の2015年1月の週刊プレイボーイがグラビアデビューでした。同年4月発売のノンの6月号にて同誌の専属モデルとなりました。翌年2016年12月2日にファースト写真集色っぽよが発売され、1週間で9320部を売り上げました。馬場文香さんは年齢を重ねるということに対してとてもポジティブに考えられていて、年齢を重ねることに対して抗うのではなく認めていくスタイルを取るとのことです。撮影した写真を見て意外と首が長いなぁとか、新しく自分の体の好きなところを見つけるようにしてるのだとか、変わっていくことを恐れすぎずにそういうものかと楽しんでいきたいと思ってるそうです。馬場文香さんは気にかけてもらえることが好きで、ファンの人から仕事や SNS の投稿にリアクションがあることが嬉しく、コメントやいいねなどのリアクションがあるとついニコニコが止まらなくなってしまうそうです。またSNS のコメントに目を通すのはもちろんのこと、ファンレターやプレゼントもしっかり保管しているそうです。最後に今年もドラマに映画に大活躍の馬場文香さんです。直近の作品としましてはドラマ「やんごとなき一族」が4月14日より放送スタートです。他にも映画「恋は光」が2022年6月17日公開予定。同じく映画「バイオレンスアクション」が2022年8月19日公開予定となっています。今後もどんどん活躍していく馬場文香さんを皆さんで一緒に応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも当チャンネルでは美人さんを紹介させていただきますので、ぜひ目の保養をしていってください。そこで好みの美人さんに出会った際には、私のアカウントではなく美人さんご本人のアカウントのフォロー、チャンネル登録をお願いします。私はこれからも美人さんを紹介させていただきますので、皆さん一緒に美人さんを盛り上げていきましょう。